ん？ゴシ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 。ん？ん？おや？ゴシ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 。そんなまさかな。知ら。ちょっと両目つぶって片目だけチラッと開けてチラッ。ああ、嘘じゃなかった、コラ画像じゃなかった。極め4月から8月、毎月一振り登場。その登場する刀たちはどこかで見たことのある、3年前ぐらいから見たことのあるあいつらだと。そして今月まず来るのは、わあ、何の神何行きだ。なんだろう、鉄砲とかすごくなってるのかな、あのヘイトソングぐらいでかくなってるか、もしくはあのビームライフルになってるとか、バスターライフルとかになってるか、あとはもしくはニッチなとこついてエトガンとかになってるとか、何になってんだろう。そして4月4日更新、地下に眠る千両箱、何回目もうもうということで、今回も毛利藤四郎くんが手に入ると下の階へ行くほど入手率がアップ。99回、100回ってないのかな？ 100 回はまた別？あ、毛利くんだ、もう見た。あ、博多くんだ、もう見た。あ、後藤くんだ、あ、もう見た。千奈野くんだ、もう見た。王朝くんだ、もう見た。あ、ダメだ、見たことあるやつしかいなかった。ということで、イベント任務を達成すると、旅道具、旅装束、手紙一式と、いつも通り、極め靴が手に入ると。で、博多くんを入れてると、いつも通り、お金が増える。で、エッチなグッズ、違います。便利なグッズが手に入ります。いやらしいグッズって言おうとしたら、エッチなグッズになっちゃった。そんな刀剣男子たちがね、あのドンキホーテの2階だか3階の奥の方ののれんのかかってる奥の方のコーナーにあるものなんて買うはずないじゃないですかね。実力なんか、もしかしたら刀の形したやつあるかもしれませんけども、うるさい、俺が喋ってんだよ今。ですから私は私のあり方を貫くだけです。あ、確かに今繋がっていたね。俺が喋りたいんだって今主張したけども、あいつはあいつで自分のあり方を主張したいと。でもって9回、今回で10回目もしかして。本当？なんか気づかずに10何回かやってたりしない？とりあえず9回のにしておきますけど、でちょっと勘違いしちゃったのが、その運営からツイッターでさ、告知で陸奥の神が極めになるっていうんで、おお次の更新でと思ったけども、よく見たら4月10日なんだよね。はい、運営のつぶやいったこれですね。4月10日、そう4月10日って書いてあるのに、今日ワクワク帰ったらむっちゃんが極めにって、あ、むっちゃんの様子がいつもと同じだ、旅立ってくれない、そうか10日かっていうね、騙された勝手に騙された。でメンテがありましてと、今回のメンテはこのさっき紹介した大阪城イベント、大阪城だよねもしかして違うとこに行ってる、そんなことない。でさっきちらっと見えたけども、階層のところが少し回収して、階層に登場する刀剣男子が出ると、これがヒントにもなるね。まあウィキとか見ちゃえばすぐにで今回も転送手形、一気にスタートからボスマズまで行くやつとか、地下構造図、地下10階層分を解放します、一気に行けるやつか、そうだね、一気にエレベーターが、ボーリングとかして、あの球転がす方じゃない方のボーリングして一気に開けるんだろうな、50階まで。その下はちょっときっと岩盤が硬いんでしょう、今の本丸の重機ではまだ破壊できませぬってなって。で今日むっちゃんが別にねならないからやること特にないんですよ。まあ強いて言えば大阪城で報酬をゲットして、次に備える小判をたくさんゲットして今後に備えるっていうぐらいですけど、何でいきましょうね、誰のレベル上げをするかだけども、あんまり使ってなかった巴方なぎなたとかね、前結構なんて言いましたっけ、君岩通し、岩通しが猛威を振るってた時代もあるし、
それかむっちゃんを入れて少しでも。わしが長か？おんしゃ、わかっちょるの。お、すでに気合が入ってるな。補充戦力の役目なぎなたで果たそうぜ。一気にズバッとやってもらうか。あと誰のレベル上げとこうかな。極め舞台はまあなんかイベントとかでどうせ使うだろうから、そこでレベル上げというか、そもそもレベル上がりづらいから。あ、そうそう、今回のなんだっけ、秘宝の里、先日までやってたやつなんですけども、一応何人かカンストして、源氏兄弟はカンストまでいけたのかな確か。うん、で、あと何人かレベル90代まで乗ってって感じだね。逆に初期党がさ、極め来るなんて思ってなかったから、こいつらのレベル上げてなかったね。俺で君たち入れようか。いいのか。むっちゃんの次誰が来ると思う？あの並び順、むっちゃん真ん中に来てたから分かんないから。そうだな、じゃあ次は多分ね、マンバが来ると思う。歌手清光入ります。かけてもいいよ。みやびが分かるものと組ませて。アブドゥルと入院してる家教員の魂かけるよ。俺の魂はかけないけど。大阪城って地下って沿線どうだっけってね。ここら辺いつもガバガバですけども、まあ、気にせず行きましょう。まだダウンロードが終わんねーあー、なんかリトライになってる。いくさな、もう、あ、よかったよかった。 33% からの復帰になってる。いやあっちね、今日から2部だからね、そりゃ混むよと。うおー、一気に行きたい。ダメだ、うおー、ダメだ。報酬一覧、転送手形とかもお試しで使えるね。どこで使おうかな。で、小判で50回、ここで必ず博多くん入れといた方がいいよ、最低限。まあ俺はずっといさせるけど。おやおや、大阪城地下制覇記念50回でいいんだ。大阪城風大広間、へえ。うん、しょぼいなあのさーって感じなんだけど、これだったら小判でいいよっていう。この階層に関しては、何これしょぼ。へえ、あれか、俺たちが取り尽くしすぎてもう残ってないのか。で、達成任務は大阪城、これは回数だね。500までいけば、うん、だね。後半、あ、でも全ての任務達成で手紙意識があるから、うーん、まあなんだかんだでどうでしょうね。間に合うかな。間に合えばいいな。もうとっととボーリングしちゃう、仕方ないがのっていう手もありだよね。戦な、必要なら仕方ないがの。なるほど、買った時点でもうこういう風になるんだ。ちょっとお試しで買ってみた。49回終わり。ココン50回でごわす。地下50階に到達しましたね。基本調査はこの階が最終となります。またこの階の奥の方から毛の気配を感じます。この階のボスを倒すと稀に発毛する可能性がありますので、だそうです。今回は大人の道具を使ってパッと飛ばしちゃったけども、報酬があるんで囲まれたら普通に進んだ方がいいですよ。気をつけ。今日中にあげる動画で50回の報酬を見たかったからね。必要経費を。そうだ、戦の始まりじゃ。ただ降りないんだよなちょっとここのこの経理さん、よろず屋で買った道具、経費で落ちませんかね。商売人アタック、どこで領収書切ればいいですかね。そして巴方が疲れちゃったんで、狙ってバン。初期投5人と経理の人、もしかしたら今回はこの編成で行く人多いかもね、これからということで。俺は多分80以上あれば大丈夫なのかな。担当が60、脇差しって70だっけ。この前内刀が80以降だった気がするんで。僕は今のまあでも3年も連れてたら初期投なんてみんなカンストしてるよね。ね。
さてボス、割と道中も経験値悪くないから助かるね。血の匂いしかせん。囲まれたら終わりじゃ。気をつけ。ボスがだいたい2000前後ぐらい行った気かな。そら、戦の始まりじゃ。まあここら辺は強くないからいけるだろうけど、今回は何回ぐらいから敵が厄介になってくるかね。回れるところを回っとく方が良さそうだけども、むしろあの20回しかない時の大阪城の方がね、後半強かったりしたんで。ただ毎回ほんのりマイナーチェンジあったりするから、適当に過ごしてるといつの間にかあれ傷ついてるなんてこともね。新たな刀剣、ここで毛利くんが出る確率もありますけども、まあ出ません。おやったーやったー、本当にやったーなのか。ココン、50回までの調査が完了しました。お疲れ様です。引き続き51回以降の調査が完了です。しかしこれまでにより強力な敵が待ち構えてるにゃ。負傷している刀剣なしがいる場合は一度騎乗しと状態を整えてから進軍することをお勧めしますにゃ。おお。さて、10回目。いらない、いらない、いいです。そんな欲しいわけじゃないんで、いいです。戦な、必要なら仕方ないがの。大広間、これも同時に入ってるってことか。というかこれ大広間ってのは今まで持ってるやつと一緒かな。単に持ってなかった人用のっていうことかね。ですね。あー素敵、あー素敵ですね。ねえ大阪城ね、制覇しまして、また制覇して、またまた制覇して、またまたまた制覇して、5回制覇し、6回制覇し、7回制覇し、8回、うわっ、はあ、9回制覇し、うわこうきたかなんとそう変えてきたわけね。ここがもう何回でも増えるじゃねえかなるほどね。まあうん、まあただね、ここさ10回の脇に不穏なスペースがありますね。はあ、解散みんな解散、来週まで解散。